はい、皆さんこんばんは。今日はですね、こんな深夜にライブをする理由というのは、過去の、動画に対するコメントを、たくさん結構見させていただきまして、で、まずはじめにコメントをいただくことは非常にありがたいことで、いわゆるアンチというかね、誹謗中傷ではないかもしれないんですけど、結構厳しいコメントを、いただいている部分でも、お時間作ってもらって書いてもらってるっていうことには、本当に感謝申し上げたいなと思います。一方で、そのね、やっぱりね、憤りがあるというかね、腹立ってるということ、っていうタイトルなんですけど、それ以上に、何に怒ってるかっていうと、コメントのなんて言うんでしょう、攻撃的なコメントの内容に起こっているというよりかは、なかなか理解をしてもらえない、腹立たしさというか。で、具体的に今からこういうコメントでどういうことでっていう説明をしていくんですけど、実際当事者とか当事者の家族と、客観的に見てる方との、知識とか情報とか、あとは、実際やっている大変さとか味わってないで、なんて言うんでしょうね、立場が違いすぎて、お互い共感共有できないっていう、だから乖離しているんですよね。で、今回はそこを解消したくって、法律で言ったらね、障害者基本法とか障害者差別解消法とかいろいろあるんですけど、いくら法律ができても、それに興味がある人が、増えないと何も変わらないなっていう。例えばですけど、そうやな、じゃあ男女雇用機会均等法が施行されて、で、男女半々働いてる会社ならまだ全然いいと思うんですけど、千人男で女一人みたいな職場だったとしたときに、その法律をしっかり熟知して、女性も社会進出してもらおうっていう気持ちがみんながないと、法律があっても、法律だけ、先にね、勇み足というか、なんていうかね、なってしまって、実態が伴わないということがあると思うんですね。いわゆる男性職場みたいな、男っぽいイメージの仕事を想像してもらったらいいんですけどね。一方で、逆もありますからね、女性職と思われているような、昔女性しかしていなかったような仕事に男性が一人ポツッと入った時に、なんかちょっと抵抗があるみたいな、っていうことってあると思うんですよ。本題に戻りますと、障害があるないで、なかなか理解をしてもらえないっていうところが、ちょっと、コメントを見てて、こんな社会やったらなかなか、本人も生活しにくいし、親も育てにくいなっていうふうには思います。で、コメントの内容は後に紹介するとして、まずね、じゃあ今回今コロナに絡めて、コロナ自粛で、レオマワールドの動画も上げましたし、他にもマスクを、うちのせいはできないので、で、でも外出をすることはもちろんあります。で、それに対して賛否いろいろあっていいと思うんですよ。コロナだから出るなっていう意見も、それも意見だし、いや、コロナだからって、一週間、二週間じゃなくても一年以上経つんだから、全く一歩も外に出ないっていうのは逆に精神的な疾患になる恐れがあったり、健康を害する恐れがあるから、外で公園でのびのび走ったり、することも必要だよっていう考えもあると思うし。だから、僕がいくらここで、どっちが正しいって言っても、それは僕の考えなだけで、コロナだから、もう絶対出ない方が正しい。もしくは、いやいや、一年も全く子供が外に出ないなんて無理でしょっていう考えが正しいっていうことを僕が今言ったところで、これただの僕の意見になっちゃうんですよね。で、それについていろんな意見があるのはいいと思うんですよ。で、次にマスクがじゃあできなかったら出るべきじゃないのか、出るべきなのかっていう。で、僕ね、ここでね、マスクを、障害が理由でマスクできない。練習は毎日してるけど、やっぱり捨ててしまってできない。言葉でした方が、病気になりにくいし、感染しにくいからって説明して、リオとかシンみたいに理解できる子。で、ナオみたいに半分ぐらい理解し、なんとなくお兄ちゃんお姉ちゃんしてるし、なんかバイキンバイキンとか言いながらするようになってきた。セイは同じ以上に練習園でもしてるし、家でもしてるけど、一向に即捨てる。っていう時にね、
親としてはもちろんね、他人からもらうのも嫌やし、他人にもし自分のところが無症状で持ってて他人に移すのも嫌やし、そして別にマスクせんでええやんって思ってるわけじゃないんですよ、一つ言いたいのは。させたいよっていう。そこの気持ちを、その、障害があるお子さんがいない家庭は、そこは汲み取ってほしいんです。うちがやってることを正当化して、うちが正しいって言いたいんじゃなくて、批判するならするでいいんですけど、まずそのスタートラインとしてそれを分かってほしい。うちはさせる気がないわけでも、させたくないわけでも、できるのにしないわけでもなくて、させたい。なんなら、スッとできるお子さん、羨ましいなって思ってます。すごいなって。だうちの子で言うと、できることできない子両方いるから、両方の側面を味わってるんですよ。しんちゃん、ちょっとマスクしときよ。うん、わかったってするでしょ。おー、すげえな。親としては、なんと楽というか。一方で、せいは、しようって言ってもせえへん。でも、わかってない。持ってって入ってんすよ、ぽい。つける、捨てる。うん。なおもなかなかずっと一年無理で、この一年。ずっと無理やったんです。つけてもしゃぶる。逆にその菌汚いし、呼吸的にも濡れたら通らないから危ないなと思って、ずっと練習したけど、ずっとしゃぶるんですよ。つけるようにできるようになったと思ったらしゃぶる。ちょっとどうしようかなってなってて。でもまあ、親としては最大限自分の子も守りたいし、他人の子を守る、まあ、もちろんその責任もあるから、させるわけですけど、うまくいくかどうかは別なんですよね。ちょっと、このお話をしたいわけじゃないから、どんどん行かないとダメなんで、いつもの僕の悪い癖出てるんで、次に行きますけど、ここでね、障害がどうかで考えずに、じゃあ、生まれたての赤ちゃんで考えましょう。生まれたての赤ちゃんがマスクしてない。例えば、お宮参り。もしくは、まあ、だいたい一週間ぐらい病院に入院したら、退院するとき。まあ、4日で退院する赤ちゃんもいれば、帝王切開で10日後に対応する赤ちゃんもいると思うし、低体重ならもうちょっと GCU とか NICU に入って長い赤ちゃんもいると思うんですけど、要するに出生後、初めて病院から退院する時に赤ちゃんがマスクしてないとするでしょ？で、その動画を、例えば僕が上げるとしますよね。うちの子が生まれました。で、今日退院、ようやく退院できましたっていう動画を上げてマスクしてなかった時に、そこまで叩くかって言いたいんですよ、僕は。で、そこで叩くなら僕は納得します。あ、生まれたての赤ちゃんにしって言っても自分でせえへんし、つけても多分できへんし、呼吸も危ないよねっていう。それでもしろって。それでも、マスクせんなら外出るなって言うなら、まあ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 、全員がね、全員が言うなら。まあ言う人もいると思うけど、そんな赤ちゃん危ない、そんな時期に。免疫も抗体もまだないのに、みたいな。言う人は言うと思うんですけど。うん。言うなら、まあまあ、うちのせいが、過敏でできなかったり、まあ、知能的に0歳8ヶ月か1歳ぐらいっていうね、言語とか適応がその辺ぐらいでこの前出てたんで、それでも、しろって言うなら、まあ、わかるんですけど、大抵そのアンチのコメント書いてる人のほとんどは、パッと見まあ4歳とか、まあ当時3歳の動画とか今4歳とかやのに、できへんにやったら出るなよみたいな感じなんですよね。で、気持ちはすごいわかります、それは。うん。自分の子を守ろうやとして他人の子供がしてなかったら、は？え？って思う気持ちはわかります。そこは。でも、ここで僕は二択なんですよ。一番。自分たちが守っているルールを守れない子がいた時に排除をする。攻撃をする。うん。列に並んでるのに並べない子が動いてる子おった。なんやあいつ、あの親と何やっとんねんって。あの子ほんま、クソやな、みたいなことを言う。これが一番。二番。あ、そういう子も何かの事情があってできない子もいるのかな。でも、みんながそう乱れないようにできる子はちゃんとやろうねっていう風に。で、そのできる子に対して、誰々ちゃんしてないよ、やってないよ、子供なんでってなりますよね。その時に、あ、何々ちゃんこういう事情でできないんだよとか、やろうとして頑張ってるけどまだできてないよねって、だからいい見本見してあげようねって。うん。何々くんはできるから、じゃあその見本見してあげようねって言って、それ、まあ、いわゆる合理的配慮ですよね。子供にも、あ、できない子もいるんやってことを教えていく。どっちかって僕は2番かなっていう。はい。1番じゃない。全員できるもの前提でできない人を攻撃して排除する方は好きじゃないです、それは。まあ、いろいろいると思うんですけど、タイプ的に。
そう。だから、煽り運転の動画とかパンって上がった時に、ボロカス書くんですよ。死ねとか、こんなもの、死刑とか、そんなもん免許剥奪でとか、わかります。でも、その攻撃をしてる人も結局は一緒やんと思うんですよね。うん。結局は、その、自分が思うルールから外れた人を攻撃をボコボコするんやったら、煽り運転のやつ一緒やんと思うんですよ。ちょっと腹立つ運転プッとおった。ほんなら煽って下ろして、お前出てこんかいって怒ると。で、その行動を見て腹立つ。な、俺らルール守ってる、守ってへんやつおるって思ったら、結局お前どうのこうのって言うでしょ。やってること一緒やんって僕思うんですよ。まあ、内容のその度合いは違うと思いますよ。命の危険があるかどうかって。でも、命の危険も煽り運転を、その、してる側は、ほんまに殺してやろうと思わずに、ちょっと腹立つし危ないし、あれ事故になるから、ちょっと注意したいわっていう気持ち一言で言ってる人もいると思うんですよ。ちょっと危ないよ今のって。ちょっと見たって今のって。もうこっち子供積んでんねんから事故になったらあれやから、ちゃんとスマホとかで運転しながらとかせんとちゃんとしてねって言いたいだけの人もおるかもしれない。でも、一方でその動画を見てコメントで死ねえ、どうやこうやこわーって書いて何千件もなると。それを見た動画のその、非投稿者、投稿された側の人は、それを見て死ぬかもしれないでしょ。もう極端なこと言ってますけど。うん。外的暴力で死ぬかもしれないか、内的なもので死ぬかもしれないか分かんないじゃないですか。そう。だから僕は、例え変わったんですけど、その、結局はどっちが正しいかって、その何やろ。100% って、その、この話ではないんかなっていう。うん。あ、確かにそうですね。マスクできない事情ね。そう。で、まあ、レオマワールドの動画の話に戻すと、できない事情を、やっぱりずっとこう、スタッフにも全部伝えて、法律も伝えてっていうところでも、受け入れてもらえないっていうのが、まあ、残念やったなっていうのはありますね。で、しかも事前に電話で聞いたんですけどね、つけれないことを。うん。そう。そしたらそのことで、じゃあ、うち乗れませんよっていう回答じゃなかったから、あ、ただ、マスクを外したままでも全員乗れますとも言ってなかったんですけど、マスクできない子供でも、行って問題ないですかって、あ、大丈夫ですっていう感じやったんで。まあ、行って大丈夫だけど、結局行って大丈夫だけど、乗れなかったら大丈夫ちゃうやんと思ったんですけどね。うん。あ、来てもらっていいですよって言って、あ、そうですかって来たら、来ても私玄関出ませんけどねって言われた感じ。行ってみた、いざ行ってみたら。うん。それも、まあ、うん。だから、そこですよね。その、で、僕はその施設側の対応が悪かったっていうふうに思って動画を上げた部分よりも、社会に理解してもらいたい。こういうふうに、うち間違ってないのにおかしいやんけって言いたい気持ちは実は薄くって、こういうことで困ってるんですよっていうのを知ってもらいたいんですよね。みんなやったらスッとマスクできる4歳5歳の子供がおって、遊園地行って、手消毒しようね、手洗おうねでできて、マスクをできて、乗れる、当たり前に普通にしてることが当たり前にできないところがあるっていうのを、もっともっとやっぱ知ってもらいたいっていう思いで、あげました、それは。やし、それは発信し続けます。はい。だからタイトルがいつも過激でなんでってなるけど、それも、できないとかこうっていうのも、うん。何やろ。見てもらわないとやっぱり理解してもらえないんで、そこは一番にありますね。見てもらわないとなっていう。で、やっぱりコメントもそうですし、その低評価がすごく多いのも、そういう動画多いんですよ。で、ほっこりした動画は再生伸びないけど、高評価高いんですよね。もちろんその身内が見てくれてる率が高いから、高評価率が高いっていうのはあるんですけど、それ以上に、低評価の上回ってる動画とかって、やっぱり、理解がないんやなって思いますね。うん、まあ、いわゆる健常児とか定型児の子がね、当たり前にできることが当たり前にできてないと低評価になるっていう、こんな子連れてきてとか、うん。まあ、子供っていうよりその親がなんでやっていう感じなんでしょうね。うん。で、当然ね、親の責任はたくさんありますよ。でも、例えばここで考えてほしいのが、その、さっきのコロナの問題で言うとコロナで、じゃあ、そういう障害児で、多動がある子は、来んなよっていうコメントが、これ、おもちゃ王国のでもありました。そういう子供が遊んでるところで走り回ったり動き回る子は連れてくんだとか、で、親がずっと止めるべきやとか、わかるんですよ。
自分の子供が遊んどって走り回ることは嫌やなっていう気持ちすごいわかります、それは。でも、あの動画を上げた時にね、いつも今まで聖はおもちゃ王国行っても、ずっとベビーカーで絶対遊ばせなかったし、まあ、むしろ連れて行くこともなしで僕とリオとシンだけで行ったりとか、僕シン、リオ、ナオが多かって、で、聖もだんだん成長していってるのに、このまま、この子はじゃあその多動があったり、わーって急に声出すからって、一生家に閉じ込めとく、もしくは誰もいないところでしか、その解放できないのかっていうふうに直面するわけですよね。だから、一週間この子を解除してくださいっていう仕事じゃなくって、この僕が死ぬまでもしくはこの子が一人で生活できるようになるまで、一生毎日向き合うわけじゃないですか、親って。はい。で、もちろん児童発達支援の先生も一生懸命してくれてるし、保育士の先生も一生懸命してくれてますし、これからもしかしたら児童デーに行ったりとか、特別支援学校に行ったらその先生が本気でサポートしてくれると思います。ただ、法的に責任も含めて、もしくは人生も含めて、金銭的にも精神的にも、一何人かおる一人じゃなくて、自分のその分身として一生向き合っていくのは絶対親じゃないですか。そう。だから、じゃあ閉じ込めてたら他人に迷惑かけないけど、ほんまにそれでいいんかっていうことを考えるんですよ。それでいいのって。親もそういう種類目で見られないし、で、他人にも迷惑かけない。じゃあもう家閉じ込めとってええやんっていう、そういうコメントがあったんですよ。家から出すなみたいな、閉じ込めとけみたいな。相手なんで連れてくんのみたいな。わかります。あと、ちょっと話するけど、引っ越しろみたいな。いや、戸建てで、ちょっとその敷地にも空きがあるところで、ペアガラスで遮音性が高いところを選んで、で、まあ、たまたま後から自閉症って分かったんですけど、そこがもしたまたま選んだのが薄い、まあ、軽鉄とか木造の薄い、配置型のね、まあ、あんまりハウスメーカーの方がいいけど、の、賃貸やって2階やから引っ越すやったら分かるんですけど、周り迷惑やろっていうの分かるんですけど、まあ、それでも引っ越す必要あるかなとは思いますけどね。はい。戸建てで敷地でも十分空きがあって、そのね、都会の密の敷地じゃないんで、ギュッとなってる感じじゃないんで、で、ペアガラスやし、で、雨戸のシャッターもあって、で、ありとあらゆる配慮をしてるのに、で、近所からもクレームなかったり、全然音聞こえませんよって言ってもらってるのに、隣にも。それをなんで、一部会社がコメントで引っ越せとか、あと子供の部屋をそれぞれ持ったらなんかわいそうだから、もっと広い、2階が広い部屋みたいなところに引っ越せみたいな。いや、そんなみんな何回も家買い替えるっていう。うん。言うの簡単やけど、そんなじゃあ子供の生活が変わるために引っ越しして家を買い替えまくる人って割合少ないと思うんですよ。うん。まあ、孫さんとかやったらね、5回も6回も家買ったり、別に6つ7つ別荘所有してできるかもしれないけど、一般の家庭やったら、そんな家5回も6回も買わないでしょ。そう。だからそれをコメントするならいいんですけど、否定的な。でも、現実的に自分のことと思ってしてほしいなって思います。その否定コメントも、その表面の薄い考えでバーンって、クソガキ、ねえ、みたいなことを書くんじゃなくて、一旦自分と置き換えて、あ、毎日この子を見てると思って、あ、それでもなお出るな、という一言なのか、いやもう前からして邪魔やけど出んなよ、っていうのと全然違うんですよね。うん。それです、本当に。だから、2週間飯食ってない人が、あ、限界と思って、つまみ食いした時に、つまみ食いすんなって切れんのと、朝昼晩もお菓子も食べてんのに、だらだらつまみ食いしててつまみ食いするのは違うじゃないですか。例え悪いけど、例えがおかしいけど、でもそういうことが言いたい。うん。なので、ちょっとそれはね、やっぱり、現実を見てて、毎日見てる人と見てへん人のコメントの差の重さが違うなと思います。皆さんこうやってライブを見てくれてる方っていうのは、やっぱり、思いが詰まった、もしくは周りにそういう障害の子がいたり、自分がお子さんがいたりするコメント欄で、身に染みて、伝わってきます、僕には。でも否定のコメントもあるんですよね、身内から。でもそれも伝わってきます。あ、そうかって、ちょっと僕も改めなあかんなと
でも、一見さんというか、パッと動画が伸びた動画だけベッと書いて、で、きつく書いてる人は、あ、多分、子供見たことないんかなと思ったりとか、いうとこありますよね。そう、今コメントもありますけど、マンションとかでも僕は、入りはいるけど、気にはしなくていいと思います。っていうのは、共同住宅に住む、集合住宅に住むっていうのは、お隣さんとか上の方がどんな生活の人かわからないまま住むわけじゃないですか。例えば、単身者で、9時5時で働いてて、で、夜の8時半に寝る人かもしれないし、医療系とかね、まあ、3交代制の、まあ、交番勤務の方とかで、朝方帰る方かもしれない。わからないじゃないですか。あと、よく電話がすごい仕事でもプライベートでも、よくじゃんじゃん夜でも遅くでもかかってくる方かもしれないし、まあ、お友達が多い方でね、よくホームパーティーをしたり、お泊まりに来る友達が多い方かもしれない。もしくは、全然泊まり付き合いも人とも家一切入れませんという人かもしれない。わかんないわけですよ、集合住宅って。どういう人が住むかって。だからコメントにもあったんですよ。うちは公営住宅、県住とかなんで、周りもすごく、柄が悪いから、お互い様やのにっていうコメントもあって、だから別に建物で、人の、なんて言うんでしょう、モラルを僕は分けようとは思ってないけど、まあ、いわゆる治安が悪い場所とか、まあ、よく言われる低賃料の物件のモラルと、すごい高いところでは差が違うっていうふうに言われているように、いちいちそれを人に文句言うなら、僕は、セキュリティも管理も値段も相応の、で、管理会社もしっかり対応してくれる場所を選んだらいいんちゃうかなと思います。もしくは、集合住宅じゃないところに住んだらいいんちゃうかなって。そもそもだって、どこに住むかっていう権利はそれぞれ皆さんに与えられてるわけやから、人に合わせこうせっていうのはちょっと違うと思うんですよね。お前んとこは子供がおってうるさいんやから出て行けとか、障害者おるんやから田舎行けみたいなコメントもあって、とか、いや、そうじゃなくって、それぞれ自分が任意で選択する権利があるんだから、自分が人がおるところが嫌だったら離れたらいいし、逆に集合住宅に住むっていうことは、人と顔を合わす回数も多ければ、音の問題もあったりする可能性が高いんで、それを分かって済むわけなんで、そこはしょうがないかなって思いますね、僕は。そのリスクをゼロにしたいなら、本当にどいなかで、ポツンと一軒家みたいな、にすべきなのかなって思います。だからそれはコメントをしてる方は否定してるんじゃなくて、それぞれの考え方ですよね。で、次にね、今日ね、全部で5つあるんですけど、1つ目をじゃあ、結合として締めくくると、マスク問題。まあ、レオマールドしかり、マスク問題については、障害者の基本法とか、障害者の差別解消法って法律でもやったらダメよってなってるんですけど、まあ、法律だけでも皆さんには伝わらないと思うんで、1つね、できないっていうことについて、障害である、特性である、感覚の過敏があってできないっていうところで、考えたときにね。まあ、できない、マスクできないことは確かに周りには迷惑かもしれません。それは。ね。じゃあ、出かけるなと。いうのが正しいのか正しくないのかっていうのも水掛け論だと思います。ただ僕が最後にこれ言いたいのは、例えば、身体に障害があって、で、まあ、腕がなかったり足がない。いわゆる、まあ、乙武さん、イメージ皆さん有名だからイメージしたらわかると思うんですけど、が、階段がある施設に来た時に、足ないんやったら階段ある施設来んなよってみんな言うのか言わないのかっていう。とか、まあ、狭いって言ったらあれですけど、そんなに広くないお店屋さんや、まあ、映画館でもいいですけど、どこでもいいんですけど、に行った時に、もう車椅子邪魔やねんからそういうとこ来んなよって言うのかどうなのかっていう。例えば、まあ、じゃあ、障害で言わんでいいわ。じゃあ、背がすごく高い人、バレーボール選手、バスケットボール選手みたいに、190、80、90、まあ、下手したら2メーターとか。で、まあ、入学式でもいいし、映画館でもいいんですけど、来てるときに、確かに後ろの席の人からしたら、あ、ちょっと見にくいな、邪魔やなって思うかもしれないです。その時に、お前、背でかいんやったら、外出んなよ、来んなよって言うか、どうか。で、僕はお互い思いやりが必要かなと思います。背が高くて後ろが見えにくいと思うなら、その人が目に問題がないなら、あ、ちょっと僕背高くて邪魔になるかもやから、端の方座ろうかとか、後ろ座るかとか。
うちのせいで言ったら、マスクできないから、ど真ん中で人が密のとこにいると、自分とこももらったら嫌やし、人にもそういう風にうわって思わせたら嫌やから、端っこの前に行ったりとか、わざと人といつも離れるようにしてます、僕は。かなり離れるようにしてます、2メーターどころが。ものすごく離れてます。だからそこはお互い配慮かなって思うんですよ、僕は。鼻から、例えば手足がないから来るなとかね、背が高いから邪魔やから来んなとか、マスクできへん障害者来んなっていう、そのできる人から目線で邪魔な人は切ってしまえっていう考えじゃなくて、ほんまにこれ言うと逆に炎上するかもしれないんですけど、嫌やったらお前が来んなよって言いたいんです。ちょっと言い過ぎた、それは。でももうそういうことです。じゃあどういうことなんて言われたら。どっちが諦めなあかんのかっていう話ね。そう。極論よ、これ。どっちもが、その調和をしながら、そのね、バランス取りながら共存っていうのが一番の理想なんですけど、じゃあもうそんなん、マスクできへんやつ来てくれんなっていう人側と、いやいやいや、マスクできひん人はじゃあ一生家に閉じこもっとけって言うんかっていう側がこう構想した時に、ジャッジをするならね、両方一緒にしましょうよって。いや、それ無理やとお互い。言った場合には、僕の考えは、いや、マスクしてへん人がこの世の中におったりするわけやから、それが嫌やったらオタク来んかったらっていう考えなんですよ。自分がそのマスクしてへん人がおって怖いと思ったら行かんかったらいいやんっていう。うん。ってことなんですよ。だから、何やろ。シートベルトをしてないまま行動を走ったらアウトっていうのと同じで、マスクをしてないと外に出てはならないっていう法律があるならば、当然それは絶対守るべきですけど、そこまでできないのは、できない人がいるからなんですよね、おそらく。うん。だから、法律ではそこまで縛らないっていう。あくまで任意でお店側がお願いしたりとか、っていう話だと思うんですよ。うん。シートベルトですら妊婦とかね、意思が合う、できないっていう人は除外されてるぐらいですから。はい。なので、そこはちょっとね、何やろ。うん。出る場所にもよるとは思うんですよね。なんか、学校や病院は仕方がないけど、公園やどっか遊びに行ったりするときに、マスクしてない、できない障害者連れてくんなよっていうことだと思うんですよ、コメント的には。わざわざマスクできひんのに連れて行きやがってっていう。でもね、それもね、なんか僕違うなと思ってんのは、病院に行ったり、学校や園に行ったり、そういう、いわゆる、仕事、オフィシャルの場所に行くのは、やむを得ないから、不要不急じゃないし、やむを得ないから、マスクできない人も行くのしょうがないよねってなるけど、遊びとか、遊びじゃなくても、買い物でもいいや。出かける時にマスクできない子連れてくんな。いや、嫌んとしてることはわかるんですよ。でも、感染リスクで言ったら、僕は、例えば、生が行ってる自発でも、バスで密で人がいつも乗ってるの気になってましたし、うん、当初からね。今はだからちょっとバスを制限したりしてくれてるんですけど、ずっと最初から気になってました。だってマスクできない子がめちゃくちゃ多い中で、すごい密で隣とかと人とわーってなっててって。うん。で、園の中でも同じ部屋で、やっぱ換気って言っても、障害者が飛び出したりしたら危ないから、鍵すらしてたりとかするので、全く換気してないってわけじゃないけど、他の一般的なところより換気はしにくいと思います。開けれなかったりする部分があったりするんでね。はい。一方の窓開けたからって風が抜けなかったり意味なかったりするぐらいだということは分かってるぐらいなんで。で、何が言いたいかっていうと、そういう自発ならしょうないよねって言うけど、感染リスクで言えば、そっちの方が絶対高いわけで。だからよく障害者の施設とかでクラスターが起きてたりっていうのもよくあるじゃないですか。で、それはしょうがないっていう認識になるのに、例えば公園で遊んでる動画でもいいですけど、他のでもいいですけど、生がマスクできなくて遊んでたと。で、人は全然いないと。まあ、リオの女の時も誰も人いなかったと。
誰もってゼロじゃないけど、会う人がいなかった全然。乗り物もうちの家族だけやった。だから接触なんか全くない。で、感染者も当時香川ゼロだった。全然接触もない。そういう状態でも、しとけよっていう。その食うなよ。いや、親なりに何度も言うけど、他人にも絶対移したくないし、もらいたくないし。っていう思いで判断してやってるから、どこがじゃあ、ラインなんていう。で、あんまりこの発言はちょっとね、言い訳がましく聞こえるからしたくなかったんですけど、ずっと思ってたのは、そもそもじゃあ僕が撮影してどっかに出かけてるのって、仕事なのか遊びなのかっていうラインなんです。仕事やったらしゃあないっていう考えあるじゃないですか。通勤でだって、不要不急やけど、不要不急じゃないから外出するっていう。マスク問題とは別ね。出ると。でも僕からしたら電車であんだけ人パンパン通勤でおって、神戸や大阪に行くって怖って。もう自殺行為やって思うぐらい怖って思うんですよ。それでも行かなあかんから行ってる人やと思うんですけど。僕は用できない、それは。もうそれなら僕は子供世におる僕だって即仕事辞めてる。僕はね、それぐらい怖い。うん。でも、じゃあ YouTube の撮影で、YouTube もこれコロナになる前からやってますからね。まあ、遊びなんか仕事なんかっていう。テレビでロケとかコロナでもやってるじゃないですか。撮影しに。あれ仕事ですよね。芸人さんでも、そういうリポーターとかも、もしくは撮影に行ってるスタッフも仕事。で、何なのかっていう話になってくるんですよ。収益化されてるから、仕事っちゃ仕事ですよね。ちゃんと税務署にも届け出してるし。うん。業としてもちゃんとやってるっていう。一方で、じゃあこれを不要不急だと判断されるとなると、もしね、出るべきじゃない不要不急と判断されるとなると、そしたら、今まで職としてしていた YouTube の収入はゼロになります。で、その時に僕は一つ思うのは、あ、そんなもんね、子供を使って金を稼ぐなんて、みたいなコメントがいっぱいあったんで、じゃあそれはそれで、甘んじて受け入れるとします。じゃあ子供の安全のためにはそんなことをさすべきじゃないっていう意見が当然あると思うので。じゃあ子供の安全のためには感染のリスクをゼロになるべくするために、外出させたり自分がしたりせずに、緊急事態とかに関わらずね、出てる出てないに関わらず不要不急の外出やめると。だから仕事もロケも撮影もしないと。じゃあ例えば、僕はまあ YouTube 以外の収入もあるから、まあまだかろうじてですけど、YouTube だけで撮影で仕事されてる方がいたとした時に、子育てのチャンネルとかね、自閉症のチャンネルとか結構たくさんあると思うんですけど、それをみんなが言った時に、収入がゼロになって支払えばある。その時に、いや、子供の命最優先でしょっていう、その、理想論で掲げるなら、じゃあ、おたくらの旦那も奥さんも働いてる人、どっか出たらどっかからもらうリスクあるけど、全員仕事も行ってないんかっていう話になってきます。極論で言うと。極論で言うとね。うん。あなた方のお父さんお母さんが働いて、給料もらって生活してるけど、その、お父さんお母さんも子供も一切家から一歩も出なかったら、感染リスクはゼロですよ。うん。接触感染もしてくために物も外から持ち込まなかったら。持ち込むのは全てアルコール消毒してっていう。ほぼゼロですよ。でも、お父さんお母さんが仕事に出てて、どんな業種でもいいです。お客さんが来る業種でもいいし、お客さんは来ないけど職場のメンバーだけと会う業種でもいいです。もしくは通勤も電車だったりリスク高いけども、マイカーとか。でもいいです。それでも、どの仕事でも、いつどこでもらうかわからないわけで。ってなったら、じゃあ何優先してんのって話なんです。子供の優先してたら全員今すぐ仕事全員辞めなさいよっていう。でも、いや、それは子供を守るためにも生活のためにも仕事はいるでしょって。うん。どうなるなって思います。それで、別に僕が YouTube のことで今挙げて、わざわざその、炎上しそうなこと言っちゃったんですけど、別に僕はそれを正しいと思ってるって言いたいんじゃなくて、
それを言う人は、自分もじゃあ仕事も辞めてまで、してる人に言ってもらいたいなと思います。うん、だからって僕は別に子供を出して金稼ぎをしてコロナになっていいなんか思ってないですからね。コロナにならんようにならんようにしてますからね。だから学校とか幼稚園まで一時休ませてたから。でもこれコロナいつになっても収束しないなって、国の方針とか自治体の方針見てて、あ、ゼロにする気ないなと思ったから、もう自発も園も小学校も延々と休ますわけにはいかないから、みんなが行ってんのに自分とこだけずっと1年休みますの無理だから、もういつかかかっても仕方がないって腹をくくって、もう、日に日に怖い思いで化してるんですよ。うん。で、そこだけは理解してほしいんだと思います。正直だから、休まして僕と外出する方が、安心安全ですから。人がおると思ったらその施設いつも入らへんねんから、ご飯食べたいと思っても、あ、人おると思ったら。だあえて2時半とか変な時間に人ゼロやなと思う時に、十分換気してる店に入って、スタッフがアルコール消毒で拭いてるの見たけど、その、どの濃度か分からないから、自分でアルコールの 75% 以上のをかけて、一回一回咳もつけも拭いてから座るから、店員さんに変な目で見られるから。でも、守るってそういうことかなって僕は。うん。っていうぐらい、僕はやってます。だから、動画から見たら、何してんのこいつって思うかもしれないんですけど、人はまあ、それぞれ人のその物差しがあって、判断の基準があるので、決してね、僕が全部正しいとは思ってないし、でもその否定するコメントを書く人は、本当に自分がそれを徹底できているのかを見直してから言ってほしいなと思います。全部コロナだけじゃなくて、障害者に対する冷たいコメントにしてもそう。はい、ちょっと長引いたな。じゃあ2つ目。1個目じゃないやろ、このペースだったら無理やな。明日になるから、だから2、3、4、5はもうもっとシャッといかなかったね。はい。まあ、二個目はじゃあちょっと割愛します。おもちゃ王国の子供の配慮が必要っていうもんで、さっきちょっと話したんで、うん。動き回る子連れてくるんだって言うけど、それなら、障害がある子供は一生外出したらあかんのかっていう、人がいないとこしか行ったらあかんのかっていう話になるから、やっぱり共存っていうのはあるので、うん。だったら、やっぱり、極端に言ったら、動き回る多動の子って、人と避けさせ続けると、いつか急にわじわらしたときに、もっと体力も力も強くなって、もし無茶しちゃったらどうするって。だったら2歳とかの動画だと思うんですけど、ちょこちょこ動き回ってるけど、まだその力も弱いときに、ダメよダメよって教えたり、バツって教えて、あ、関わり回数が増えたら慣れってあるんで、療育ってそういうことじゃないですか。いきなり一発でできる子なかなかいないですよ。はい。でも、今、自発の先生も諦めずにずっと去年ね、帽子をかぶしてくれる担任の先生がおって、それで、親が頑張っても難しかったのが帽子かぶれました。ね。で、トイレもずっとおむつおむつおむつで、で、いつおしっこするタイミングかわからんけど、去年と今年ずっとトイレのやってそうな時間、おむつを変えた時間を僕も毎日、お帳面に書きました。連絡ノートに。先生もそれを変えてくれって言ってくれて。で、見て、いつしてるかなって先生考えてくれて。トイレを促して促して、でもなかなか寝なくって、座ってもダメ、立たせてもダメ。一年去年無理で今年もずっとやってくれて。最近ほんまにようやくトイレがね、またこれ別動画にしたいぐらい。トイレ自分で以外行かないですよ。行って何回も挑戦したら何回かに一回自分ですることがあるっていう。もうこれはもう、ね、正直もう、妻もね、一生この子はおむつかなって言ってたぐらいだったんで。はい。ちょっと本当にそこはね、話それちゃいますけど、人より時間がかかりやすい特性があるので、うん、何の話だったっけ？あ、そうそうそう。だからその、何やろ。練習すればするほどできる率は上がってくるのは、うん。健常児も障害児も一緒。かかる時間が違うだけと思います。はい、まあ、ずっとやってもできないことも当然いっぱいありますけど、だからこそ、人とは違ってなかなか時制が効かなかったりできないからって、じゃあ、シャットアウトねっていうのは違う気がする。うん。で、僕はこのおもちゃ王国のコメントがすごい荒れてて、低評価も高評価と一緒ぐらい半分ぐらいめっちゃ多いんですよ。でも一番言いたいのは、まあ、うちの子が障害があって動き回る、他の子にも近く行っちゃう。で、それを否定が多いんですね。危ない。そんなん、ボディタッチされたら嫌でしょ。これコロナになる前ね。っていうコメントは甘んじて受け入れた上で、
その上でさらに言いたいのは、でも、動き回ってる子とか、例えば動き回らなくてもおもちゃを占有してる子とか、滑り台なかなか滑らない子、パッて、日曜日とかだからお父さんとかおってみたら、ずっとスマホ見てずーっとゲームしたりして、ぼーっとしてたりする人めっちゃ多いんですよ。お父さん来てるやん。あ、最近のお休みお父さん来てる人多いねって思ったら、本当に子供と一緒に向き合って遊んでるお父さんの割合は少なくって、来てるけど俺ちょっとどっか行っとくわ。とか、お昼に、もうびっくりしたんが、おもちゃ屋のプレイルームで、キッチンとかがあるプレイルームでお父さんがーって指かけて寝てて、いや、そこ寝そべって寝られたら、うちの頃お金払ってんのに遊べないよねって、思いましたね。はい。うん。だから、まあ、それをいいというコメントではないけど、そんなんがあることを問題視しないのかと思います、僕は。うん。子供が、よくある、経験あると思うんですよ。自分の子がおもちゃをとか、スライダー占有しちゃった時に、僕らだったら子供見てるから、穴を涙を貸してあげてね、とか、せいにすぐ、取り替えさせたりすぐします。だから、動画で見たら動き回ってなんか迷惑の子やみたいな感じに映ってコメントでも荒れてるのかもしれないけど、そういうことをしようもんならすぐ対応しますから。だから、僕が言いたい結論は、障害があるかないか、おとなしいかどうかだけで判断してほしくない。そういう子でも、余計に僕は例えば4人追っかけるときに、8割せいで残り2割になるから。で、別の人がいたり、まあ、妻がいるときには、生はもう最近危ないの分かってるから、生だけ見とってって。で、もしやばい時だけ止めてって。もう後は見とってって。もう後の3人残り見るわ、とか。いう風にしてますから、絶対。一人で見るときはもう生が最優先で。で、シントリオになおちょっと一緒に見ながらおってなってて、僕も遠くから見てて、で、生だけを徹底的に見るってやったり。だから、それをね、何やろ。こう、どっちがあかんねんっていう話をするときりないけど、本当にスマホをずっとしてゲームしてるとさ、めっちゃ多いなと思ったんですよね。ゲームなんかラインなんかわかんないですけど、ずーっと。うん。で、子供放置して。で、子供別に走り回ってないけど、ずっとおもちゃを占有して、他の子が順番待ってもできなかったり、滑り台が、うん、あかんへんなってなってたり。そっちの方があかんやんって、確かに走り回ってないけど、他人の親がその子にちょっとおもちゃ貸しちゃってよって言いにくい。まあ、僕やと言うけど、順番しようねとか言うけど、うん。と思いますね。はい。だからちょっとそこはね、考えてもらいたいなと思います。はい。で、次に、感触。これも多かったです。感触とか、やっぱりその大声出したり、感触してる動画に対するコメントが、やっぱり、再生回数も多い分コメントも多くって、で、否定的なとか厳しいコメントも多くって、で、ほんまにね、めっちゃ厳しいなと思ったのは、子供がわーわー泣いてるんだから、ほっとくなよ。撮影なんかせんとほっとくな、みたいな。うん。抱っこしてあげろとか、相手してあげたらとか、まあ、それはまだマシだったんかな。まあ、まあまあ、あんまりどうでもいいコメント無視しますね。困難はもう人間じゃないみたいなこととかいっぱい書いてる人いたけど、それはまあ、そもそもコメントに反論するには値しないというか、まあそう思うのも自然な気持ちかもしれないけど、でも言われたところでね、うん、本当にそれはどうしようもないかなって思うんで、うん。なんか結構、まあ皆さん見られてるかもしれないんですけど、うん。ほんまにもう人として認めてもらえないっていうようなコメント多かったですね。こんなん無理みたいなとか。うん、で、まあ、それが正直な気持ちなんかなと思いました。その人を否定するつもりなくって、ああ、そういう気持ちなんやろなって、やっぱ怖い気持ち悪いとかも多かったんで。で、まあ、それはだからもう感想やから、その意見じゃなくて感想なんで。だから、反応しようがないですよね。うん。このアイス美味しく、あんまり美味しくなかったっていう人に対して、いや、美味しいよって言っても、その人は美味しくなかったって言ってるから、いや、美味しいよって言っても一緒なんで、そうじゃなくて、
反論をして怒りたいコメントについては、その、ちゃんとしろみたいなのが多かったんですよ。ちゃんと見ろみたいな。で、子育てと子供を見るってどういうことなんていう考えなんですけど、例えば、子供が、ああ、しんどい、ああ、疲れたとか、やりたくない、お腹空いた、あ、もう一個食べたい、あ、まだやりたい。こういうちょっとその、ダダじゃないけど、その、ぐずった時に、ああ、わかった、じゃああげるよ、ああ、わかった、してあげるよ、ああ、わかった、そうやねって言ってあげるのがいいのか、それとも、あ、もうそんなあかんねんって、もうまたそんなことぐずぐず言ってっていうのがいいのか、あ、そうやな、しんどいなって、まあ、気持ちの代弁じゃないけど、共感じゃないけど、あ、そうやなって、あ、そうやなって、あ、しんどい、お腹空いたな、もうちょいでも我慢しようとご飯までとか、あ、疲れたな、でもパパも疲れたから頑張るから一緒頑張ろうなって、こう掛け声するのがいいのか。それとも、もう無視みたいな。もう言っとるわって。で、これってね、僕が思うのは、まず一番、状況。で、二番、その子の性格と年齢。これによってね、全然対応が違ってくると思うんですよ。例えばですよ。うちのリオの場合、ASD っていう診断が降りて、ADHD っていうのも降りてるんですけど、あかんでって、結構、嫁が厳しく詰めたか怒るんですよ。無理、そんな、あ、何言ってんやん。アホみたいな感じで。UK リオは、なんでって納得できへんかって動けない、ぐずぐずなって、崩れるタイプって僕は知ってるんで、で、無視もしたらなんでなんでって永久的に言い続ける。僕は気持ちを代弁しながら理由聞いて納得しながら進めていってうまくいってるタイプなんですよ。で、真はね、時と場合によります。甘やかすれた言い方悪いんですけど、うーんって言っとったらいつまで経ってもこうズルズルするけど、やりてたやろ、スパッと一言言ったら、あ、そうやと思って意味わかってるから、あ、ほんまやらなあかんわと思ってチャチャって動いて、できた時にうおすごいできたやんって、あ、めっちゃやっぱちゃんとやったすごいなみたいな、お兄ちゃんいつも一番やってるしなーっていうことで、その、お、認められたっていう感じで、ちゃんとやってよかったって思うタイプなんですよね。で、なおはね、褒めたり気持ちを代弁すると、めちゃめちゃ余計崩れるんですよ。うん。まあ、年齢的にも性格的にも。そうやんな、しんどいって言ったら、うん、じゃあの、うん、みたいな。何言っても違う、うん、ってもまあ嫌々気もあるんですけど、まあまあダブルで、でもそこで自分でももうおかしいこと言ってるって気づいてきてるんですよね。無茶を言ってるって、何回もアイスアイス言ったり、何回も言ったり、 YouTube って言い続けたり、分かってきてるんですよ。分かってるんですよ、おそらく。だから、いい加減しやって、さっきあかんって言ったやろって、何回言ってんのって一言言ったら、ごめんね、わかったって急に機嫌取り出して。まあ一番下で余裕いいのもあるんですけど、もうめちゃめちゃチャキチャキ元気になります。もうビクビクじゃなくて、生き生き。そっか、やろう。私頑張るでみたいな。鼓舞されたみたいなね。感じで。激飛ばされたみたいな。うん。お前どんな、だらだら試合するんだ、気合いねんか言われたら、はい、おっしゃ、そうやなって、おっしゃ頑張ろうっていうタイプと言われたら、ああ、怖い。もう、ビクビクってなるタイプと、逆に、いいよいいよって、今のいいねって言われた方が、そうでしょう、頑張りますよっていうタイプといろいろいると思うんですよね。うん。基本的には全部褒めていきたい。ただ、すべて甘えさせて褒めるだけが育児ではない。っていう。で、その動画の場面で、僕がいつもせいにずっと怒ってるわけじゃなくって、無視してるわけじゃなくって、あれだけ見た人誤解してるんかなっていう。8割せいと楽しく褒めてます。基本。ずっと無駄にタッチして、おーイエーイできた、イエーイすごいって、もうそればっかり、うん、そればっかりの反復で、本人もニコニコして走って、そうで、まあそれも見てもらいたいけど、それってただのいいお父さんを見せたいだけじゃないですか。いいお父さんぶってますみたいな。だからそんな動画は多分あんま興味ないと思うんで、あんま上げてないだけ で、やっぱりそうやってる時って性は撮影しにくいから、やっぱああいう感触とか思い通りにならない時の動画は絶対見てもらいたいなと思って、あ、こういうことでなかなかうまくいかないんだなっていうのを知ってもらいたくてやってる部分があるんで、余計にそれをだけ見てる人は思うんでしょうね。この音なんかもう無視しとんだみたいな。うん。でもそれは、やっぱり、プロの方は、結構、
なるほどな対応ですっていうコメントをいただけてますね。うちでも、施設でもそうしてますって。クールダウンさせたのにも無視して。で、かまってしまったら逆に、それがひどくなったり、かまってもらうためにわざとやったり、負のスパイラルというか悪循環になるから。で、僕も、前までかまってたんですよ、昔。そんな余計癇癪毎日ひどくなり続けて、収まりどころがわからない本人もっていう感じだって。で、医師に相談したら医師にね、無視ですっていう。貫いたらスッとなくなったんですよ。で、まあ、定期的に今でもあるんですけど、その前ほど毎日何回もするっていうのはなくなったんで、あ、これ効果的やなと思って。で、もちろん終わった時にはすごい褒めてね、終わって、おお、切り替えできたやん、遊ぼうみたいな感じで。で、やっぱ自分もね、気持ちの整理に時間かかるんですよ。例えば、大事なものが見つからない癇癪を起こしてるように、見つかったようで解決してんのに、元の原因解消してんのに、怒りが100までいってるから、見つかって0にならなくって、まだ60とか残ってるんですよ。うわーって。見つかったけどイライラするみたいな多分感じなんですよ。な、最初はない、なんでない、なんでない、どこ、イラ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 、わーってなってる。で、見つかったん、見つかったけども、みたいな多分ね。見つかったけども、わーみたいななってるから、その時に、そうやねって言うんじゃなくって、まあまあ一旦落ち着けよと。で、自分で物バラバラしたりして。で、まあ、何分かしたら、ああ、まあまあ、物見つかってるし、まあ、ちょっとスッキリしたわ、っていう顔になってますわ。で、まあ、楽しくなって。で、まあ、一緒に片付けて。で、まあ、癇癪、まあ、終わってよかったよね、っていう。終わってよかったよねと言わへんけど、見つかってよかった遊べるな、って。ちゃんと切り替えできたな、っていう話で、本人も短く解消できてるから、だから、哀れさせない、こう、動き回らせないっていうのはもちろん理想ですけど、いきなり僕はゼロになるとは思ってないです。はい。で、薬だや漢方やである程度収まるっていう話もあったりするけど、本人も楽になるから試すこともまた考えますけど、まだ今すぐ今日やりたいとは思ってないです。はい。っていうとこなんですよ。いや、そうそうそう、もうさすがね、本当に、小野木さんもよく分かっていただいて、本当に、そう、本当にね、子供の要求を無視するなんてめっちゃ辛いですからね。そう。それはまあ分かってほしいなと思いますよね。なんでそんだけよう言えるなっていう。で、簡単に言うなよっていうのを思います。やってみろって毎日夜中、今でこそ寝てくれてるけど、夜中一時何回も癇癪して寝られへんぐらいずっと。っていう時に、そやな、おいでって、もうしんどいな、よしよし、だけ寝てくれるんやったら、やっとるわ、とっくにっていう、ほんまに。それは、思いました。やってないと思ってんのって逆に。それは、コメントですごい思いましたね。何年も子供育ててきて、わーって言った時に、どうしたどうしたんって、大丈夫。そっかそっかって、やってますよ。そんな余計ひどなるから、一個も収まりませんねって悩んで先生に相談して、あ、それ逆にかまったらダメですよ。ほんで余計その癇癪が癇癪になってますよって、ルーティンになってますよって。起こしたら相手してもらえて、なんかしてくれて、っていう。だ、うんちと一緒ですよね。うんちして尿意を伝えんでもした瞬間に気を使って変えてくれて、綺麗にしてくれたらもうそのままで子供楽やから。でも言いなさいよって、で、トイレ行く練習してって、親と一緒に促して練習しないと、ある日赤ちゃんが急にね、おむつ今まで変えてもらってて、拭いてもらってたんが、いきなり尿意も自分で伝えて、おむつ脱いでトイレ行ってうんちしないですから。だから2歳でおむつ外される子もおれば4歳、5歳の子もおって、で、僕は別に遅くてもいいと思ってるタイプなんで、だから芯も別に勝手に外れて、あ、そろそろ自分もトイレみんなみたいに行こうかなと思い出してから尿意伝えるようになって、じゃあ行こうかっていう話で、リオもそうやし。なお、だからまだですし。でも、性は、それが言葉がなかなか出ないから、こっちが一緒に促して練習しないとすぐにできないタイプって余計思うから、だから先生も頑張ってくれて、僕、うちでも頑張って、逆になおよりも、なんと今早く、卒業できる可能性高いなっていう、感じなんですよね。はい。
普通の子が普通にできると思ってることを普通にできると思ってほしいっていうのは一番の発信したいことです。うん。あのね、本当に、本当に言い方悪いんですけど、あの、人の想像力で言うと、あの、身体が不自由な方に対する方が、周りは、あの、わかりやすいんですよ。車椅子やったら、あ、階段ちょっと登られへんよねって想像つくじゃないですか。自分が車椅子味わってなくても。腕がなかったら、あ、どうやって開けるんだろうって、あ、開けましょうかって、まだ言いやすいですよね。でも、走り回れるし、パッと見、障害ないように見える性とかって、配慮がそもそもいるかいらないかも分かってないし、で配慮の仕方も分かってないし、だから、サポートが仕方分かりませんっていうのは当たり前だと思うんですよ。でも、やからって知識ないのに否定だけしてくんなよっていうのはあります。うん。否定するなら否定するなりに、知ってから否定してほしい。まあでも、その見た瞬間の感想がそれが思った本音なんやろうねとは思うんですけど、そこは受け止めてますよ。しっかりと。だから車売ったのに、車買ってもないし乗ってもないのに、レビューでボロカス書かれた感じです。こんな車どうせ走らなし、みたいな。乗り心地も絶対悪いし、うん、みたいな。いやもうせめて試乗ぐらいしてからレビューで文句言ってっていう感じですかね。気持ち的には。知ろうともせず、あの、理解しようともせずに文句だけ言うっていう。ほんまそんな感じですね。そのご飯屋で何々ラーメンうまいって書いてて、どうせまずいわ、クソまずい、うまくない、あの、絶対不衛生、みたいなのを、その、見ずに食べずに書いてるみたいな、感じです。うん。ああ、そういうことか。地域の中学校の子がヘルプマークを見て、人に頼ってしか生きられへんくせに一人で歩いてんのって。ああ、逆やんねって話だね。助けてもらう必要があることがあるのに、頑張って歩いててんな、じゃないってことだよね。で、うんうん。いや、ほんまね、だからね、その理解を、求めるのもしんどくなって諦める人も多いやろなって思います。理解求めても余計傷つくししんどいし。うん、僕は諦めないですけどね、絶対。うん、僕は否定されるの別にね。まあ嫌ですよ、そら。褒められた方が嬉しいし否定は嫌やけど、人よりかは否定されたり文句やることに、後退があると思います。全然ボロカス言われてなんぼみたいなところでずっとやってきてるんで。はい。それはね、全然、まあ全然大丈夫っていうわけじゃないけど、別にそれにメンタルやられてしんどいとかならない。あ、また買い取るわ、みたいな。いい気にはならないけど、うん。知識がなかったり、人としてどうなんっていう人に文句書かれて、それにダメージを受けてる自分の方が情けないと思うから。思うつぼっていう言葉変やけど、それぐらいのレベルの人に言われて食らってるようじゃ自分も同じレベルと思うから、うん。僕は違いますからねっていう感じです。うん。そうなんですよ。あ、そうや。だから全然話変わりますけど、しんちゃんが、その、妬みとかで言われてたじゃないですか。なんかあんな変な車とか、なんかあれやーってこうなんか嫌がらせを言ってくる子が、園におったんですよね。シンが年長の時にね。どんな車、すごいスーパーカー乗ってもなんかあんなんとか、あれやとか、言ってくる子がいて。まあそれは、シンが攻撃されてるというよりかは、妬みで、あとその、まあ親がちょっとね、問題があって、子供にこう、なんて言うやろ。あ、僕のアンチ的な感じやから、子供にこう悪口を言って言わしてる感がちょっとあって、匂いがあって、最低な親やなと思ってて。で、僕にはやけど子供を傷つけるなんて許せないって僕は今でも許してないんですけど。でも、あ、ここでやっぱり、しめしめという言い方悪いけど思ったのは、小学校のお迎えで雨の時かな。僕いつも一緒に歩いてるんですけどね。
で、車で、別にそんな僕的には普通の車乗ってたつもりなんですけど、同じシーンと同じ小学校の子が、うわーすごいかっこいい、うわーめっちゃかっこいいとか、見てみたいとか、すごいとか、何人もうわーって言ってて、車。うわ、めっちゃいいみたいな、めっちゃいいとかで、それを、その中に一人、その文句を言ってた子がおったんで、その子が立場ない感じでした。自分はその車変とか否定したのに、その意見をみんなが、ブワッとかぶして、うん。言ったら自分が黄色って言い続けてたものが、みんなが赤って言われた感じで。あ、間違ったこと言った人が恥かいたらいいかなと思います、それは。あ、僕間違ったこと言ったやなって。で、僕その子を嫌いというより、そのね、親やね、やっぱり。うん。育て方とかじゃないよ。わざとその子供にそうさせるように。っていう感じですね。だから、ああ、悪いことしてへん方が報われたなって思いました、それは。はい。で、あとね、これも、コメント多かったです。感触とか怒ってる動画とか泣いてる動画で、コメントが両極端なんですよね。本人がすごく辛いやろうなっていうコメント。ね。で、一方で、いやいや、それを育てる親の方が大変やろっていうコメント。で、僕ね、これ、僕の考えで言うと、鶏が先か卵が先か問題なんですよ、これは。だから、仕事行ってるわしの方がしんどいわっていう旦那と、いや、家事の方がしんどいでしょ、育児の方がって言ってる問題と一緒。結論で言うと、人それぞれしんどさの感じ方は違って、そして、どっちも別にしんどいわけやから、別にどっちの方がしんどいっていう、比べる必要性はないという結論です。そこ比べたところでなんですよ。比べたらじゃあ、しんどい方勝ちなんていう。そもそもそのコメントの意味がわからないっていう。別にそのコメントは、僕は、してくれてることには、そういうふうには腹立ってませんし、嫌な気もしてません。うん。ただ、本質そこじゃないんです、その動画は。どっちがしんどいかっていう話を、競い合いたい、ディベートしたいわけじゃないんです、それは。うん。結論で言うと、多分どっちもしんどい。よかったですね。聞こえますか？復活しました？はい。ほんまに毎日ずっとしんどかったですね。まあ今でもね、しんどいこと多いですけど、しんどかったですしね。うん。で、本人も、そらしんどいでしょ。あんだけ怒る体力ってしんどいでしょ。自分もありますからね、もう腹立つ時がある時にしんどいです。はい。もうまた言わなあかんわっていうね。うん。だから、なんやろな、結論まとまってないんですけど、まあ、そこは僕としては別に比べてもらったところでっていうところで、で、あとは、それぞれ、自分のしんどさって数値化できないんで、別にこの障害がある感触がとか、親の、育児がっていうところで、可視化できないから、なんていうやろ、余計、言い争いになるだけかなと思いました。育ててみろよって、しんどさ全然あれやぞっていう意見と、いやいや、本人、当事者がね、当事者がちょっと大人になった人が変えてくれてるんですよ。私はしんどかった、こうやった、こうしてほしかったって。うん。で、こうしてほしかったの気持ちありがたいですね。どういう意見か。でも、しんどくてって、こう。で、あれを見てて思ったのは、お互いがお互いに対する配慮が欠けてるなと思いましたね。うん。本人なんてしんどくないわ。親がしんどいみたいな。うん。どっちも経験してないから、一概に言えないでしょって思いましたね。うん。僕で言ったら仕事もいっぱい経験してきてました。会社員というか公務として、公務員として働いてました。で、まあ会社もね、会社員もまあ一応キャリアで入って管理職をやりましたし、自分で今経営もしてます。だから一般的な社会人のそのルートは歩ませてもらった上で、僕がやった職で言うと、
親としてのその家事育児と仕事、雲泥の差があるぐらい仕事の方が楽比べることに値しないぐらい、うん、それは思います。僕はね、仕事によっては仕事の方がしんどいと思う仕事もあるかもしれないですけど、僕は仕事はそもそも好きで楽しいことしかやらないから、趣味と遊びの延長っていう考えなんで、だからまあしんどいとは思わないですけど、で、あとね、その仕事をしんどいしんどい無理限界しんどいけど俺頑張ってんねん私頑張ってんねんっていう意見本当によく耳にするんですけど、あのでもお金のために家族のために働かなあかんからって、あのわかります。でも僕は本当にこれ言うとまた炎上の一つですけど、あのそこまで嫌ならやめればって思うんですよ。簡単に言うなと思います。これ言ったら違います。仕事はいっぱいあるからね、それを選んだんあなたでしょって思うんです。それはどうしてもそれが割に合ってない仕事をさせられたり、ブラックで無理やったり、あの心身ともにも無理になるぐらいの仕事やったら、あの法律であなたはこの仕事しなさいって決まってるわけじゃないんやから、自分に合って楽しめる、で、あの給料もそこまで生活ができないレベルじゃない仕事に変えたらいいやんと思います。僕はだから変えてるタイプです。いっぱいで嫌で変えたんじゃなくて、もっと楽しいことをしたいから、だから両方やりながらとかあります。だから辞めたくないからそれしながら新しいことするっていう、僕はそういうスタンスで、あの別に全員がそうするのは無理だと思ってますけど、そこまで無理無理って毎日そのネガティブで、その俺やってんねんから俺やってんねんからって言い続けるぐらいならってことです。別にあの嫌やって辞めるって言ってるんちゃいますよ。そこまで俺しんどい俺しんどいね、仕事しんどいね、俺やるなら辞めたらどうかなって、それはあの全部が全部しんどさ出ろとは思ってないですよ。僕も仕事楽しいし、楽しくてやってきたし、好きなことやってきたけど、その中でのしんどさいっぱいありましたよ。徹夜が2週間とかね、うん、あのまあ、あの建築の設計で一級建築事務所で、あのもともと自分が事務所をしたりする前はもちろん見習いの時がありまして、でその時には納期がある中で設計したものを仕上げるっていう、当時、まあ、異例なんですけど、学生やけど、あの、まあ、デザインのコンペとかの評価されて、まあ、あの、大阪にあの、大きいね、あの、一級建築士の事務所で、あの、雇ってもらってましたけど、いきなり学生やのに。でも、きつかったですからね、学生で仕事、学業があって、学校がある中で、あの、本当に、あの、もう夕方も夜もずっと、事務所に泊まり込んで寝袋みたいな。でも、寝袋も入っても寝れないっていう、もうずっと仕事っていう。でも好きで楽しくてやってるから、その体力的にはきつさはずっとあって、家にも帰ってなかったけど、しんどいと思わないですよ。その体力的にはしんどさあるけど、仕事しんどい、いやいややめたいとは思ってないって。好きだから、好きなゲームを朝までやっちゃった感昔あったんですけど、好きなゲーム朝まで徹夜でやってもて、めっちゃ楽しかったけど、もう朝くたくた光うっとうしいみたいな、そんな感じですね。やった記憶がありますね。めっちゃ昔の話ですけどね、もう何年前、十何年前よ。はい。なのでまあ、うん。で、比べたら、家事育児の方が僕はもう何百倍、何千倍、何千倍って、タイムおかしいね。しんどい。だって、自分が起きたい時に起きられへんし、自分が行きたいタイムで行かれへんし、うん。あ、あと10分後に迎えに行きたい、無理やし。仕事やったら調整できるんですよ。あ、打ち合わせじゃあ10分後の何時でとか、お客さんのことの時に来てって言われたら、あ、じゃあその時間でって。でももうそう無理やから、もう決まってるから全部が、うん、そういや仕事も全部決まってんでって反応されると思いますけど、あのその中でもそのね、過密すぎるで不変則なことが起きる、いっぱい出ようとしたらうんち、出ようとしたらなんか漏らした、なんかしたこぼした、出ようとしたら何かあった。こうなった。うん。もうそればっかり。だから、仕事みたいに予定が立てきれない。とかね。やることも数が多い。うん。洗い物なんかにすんねんっていうぐらいね。ほんまにありますから。もうね、箸とかコップとか弁当箱なんて知れてると思うけど、3人分毎日縁行かしたら、微妙に鬱陶しいんですよ、が。次の日までいるし、スモックもそうやし。うん。
ね、朝もまあ3回それぞれ送るでしょ。信徒は1時間以上往復で歩かなあかんし、それ終わったらすぐね、あの今順番的にはさっきリオになったんですけど、リオをすぐ同じ場所まで、さっき歩いた1時間歩いた場所まで、次車でリオをね、進路がこのすぐ近くなんで送って、で帰ってきたら次もそのまま帰って、もう汗かいてうわきつ、あお茶いっぱいトイレって思う時間もなく、もうそのまませよバス停までって、いや終わって家のことしないし買い物行ってって思ったら、お迎えも3人またバラバラ順番でしょ、うん、でもうね、なんかもう生きた心地がしないぐらいの、はい、感じですよね。いや、ほんま、職業体験、主婦一番絶対やるべき。あの、これほんまにな、義務教育の教育のカリキュラム入れろよと思うわ。マジな話で、政治的な部分も含めて、あの、僕は授業に、あの、お金っていう授業と、その、育児主婦っていう、あの、授業は絶対入れるべき。だって、男女共同参画とか、あの、ワンオペ育児を解消してね、夫婦で育児とか掲げるなら、いや、させろと思いますもんね。だから僕言ったでしょ、病院で沐浴拒否されたって。沐浴の練習。お父さん関係ないでしょっていう。いや、関係あるでしょ。ほんまに。めっちゃ関係あるでしょ、ほんま。うん。なんでお父さんが毎日お風呂入れるのにお母さんが練習する意味あんねんっていう。そんなもん。おかしいやろ、そんなもん。寿司職人になるって言ってるお父さんおんのに、お母さんが寿司修行して、お父さん修行せんまま店に立つのっていう話。いや、ほんまね、だから、やった方がいい、絶対。それは、後にそれを味わった上で、あ、子作りそれでもしようと思うか、ちょっとって思うか。うん。それの上で、あの、お父さんも、あ、じゃあこんだけ大変やから育休取りやすい職場で働こうと思うか思わへんか。うん、やるべき、絶対。職業体験もやし、うん、あの、授業でもやるべき、僕は。授業として1年間入れるべき。で、あとね、これも多かったですね。顔出し、子供の顔出しすんなっていうね。で、これはもう僕もコメントで何回も反論をしたんですけど、やっぱりこれはね、理解を求めるのは難しいと思うんですけどね。ずっと僕が最初から言ってるのは、顔出しに抵抗なかったかどうかっていう。で、まあ、考えはいくつかあるんですけど、まず一つ目、世間に顔出しながら歩いてますっていうのが一つ。一つは、まずね。一つは、顔をずっと隠しながら生きてませんっていう。まあ、そんなん言ったらネットとちゃうやんとか言うけど、でもそんなん生活でもそうやんって別に。だってネットでここに、だってフルネームと住所書きながら歩いてるわけじゃないし。っていうか、なんなら、この自宅周辺なら、住所も名前も分かった上で歩いてるわけやから。一つ、まずそれ。で、二つ目は、まあ、一つ目の理由はあんまり言うならないですよね。二つ目は、映画とかテレビとかにね、子供が出演したら、お宅の子出てすごいね、とか、視聴率20何パーとか30パーの番組出てるお母さんとかもすごいねって、こんな、国民の3割とかが見てるって、何千万人が見てるんでしょ？まあ、うちなんか言うてね、だいたい数千回とかですよ。多くて1万何千回。で、まあ、ほんま多いのは100万回言ってんのもあるけど。でも、テレビの視聴率で言ったらね、総人口で言ったらそんなんも、いっぱい、もう見てないわけでしょ？何十パーの番組が子供をさらしてるって言う方はされるんですよ。ごめんなさい、さらしてるって。子供をさらして顔をって。さらしてるわけじゃないですか。いや、それは出てすごいってなるのに、しかもそっちの方がもう職としてさしてるから、学校をしながらそういうスクールに行ったり事務所に入っていって、子供のその健康や生活や学業まで妨げてる可能性もありますからね。全員が全員じゃないですよ。
明日まなちゃんなんかすごい成功例じゃないですか。あの年から子役やってね、慶応でしたか、どうでしたっけ、忘れましたけど、はい、中学としてすごい偏差値が高い東京入ってっていうね、うん、ああいうタイプは珍しくて、こう子役やって荒れたみたいな人も多いじゃないですか。なんかこうだから、その僕は普段の生活を家でしてるまま撮影してるだけやから、その東京の撮影のテレビ局に行かしたりしてないから、負担としては全然そんなにまだないんちゃうかなって。むしろ撮影することで楽しめてる部分があるっていう。いや、なんか撮影もあるから今日こんなんしてみるってあるから、普段やったら別に同じ遊びばっか楽しんどったらパパといつも同じ遊びするけど、なんか動画で同じ遊びばっかずっと毎日同じのあげても多分ニーズないかなと思って、やったらなんか考えてみたりするしね。あ、じゃあなんか考えてみるって、一緒に考えようか、どんなんしたいって、でこんなんしたいって、あ、じゃあそのしよっか。で、子供のやりたいニーズと発想力も僕はその磨かれてるのかなと思いますね。自分で考えさせて一緒にやるっていう、うん。だからね、なんかそのなんやろ、ほんまに、なんていうやろね、こう、テレビ OK、YouTube あかんっていうのもわからんし、で、コメントで、一瞬ごもっともやなと思うコメントがあったんが、YouTube はいつでも残るし、世界中が見れるみたいな。いや、でも、まあまあ、待てよと。二つ反論させてもらいたいのは、さっき言った視聴率の問題。数字で出るから、4000回、5000回とか、1万回みたいなね。うん、まあ、1億回見てくれたらありがたいけど、結局数字やと思います。4000回見てんのと、テレビの視聴率じゃ 10% やとしたら、日本だけで放映でも、1000何百万回でしょ？万人でしょ？しかも、ね、厳密な数字じゃないから、家族の世帯数多くて同時にみんな見てる番組やったら、ね、4人家族4人で見てる番組って多いですからね。うん、で、もう一個ね、YouTube は保存って保存じゃないわ、いつでも残るって。テレビも、残してる人は残してるから、こう撮ったり、録画したり、うん。録画、しかも録画機能使ってる人多いでしょ、だって。それを言っちゃうと。しかも今だったらそのテレビの番組を違法にも合法にも YouTube にアップロードしてるじゃないですか。違法にアップロードしてる人も多いし、なんなら違法じゃなくてももうその公式チャンネルが、その結構スポーツも多いんですけど、コロナの影響で広告収入を得ようとして YouTube 側に進出してきて普通に載せてるっていう。で、それ言わへんやんと思うんですよ。子供が出てる番組を YouTube に公式に上がってるやつ出ててすごいよってなるじゃないですか。で、じゃあ障害があるからあかんっていうコメントに対しては、なんで健常児 OK で障害児はあかんのっていう。で、もう一個、じゃあ ABEMA TV とかって結構ね僕好きなんですけど、リアルな声を届けたり結構してるんですよね。うん。で、障害者の実態とかも結構上げたりしてるんですよ。で、僕は結構、的を得たことを言ってたり、ああ、それっぽいことやってくれてるなって思って。で、別に普通にあれですよ。名前も出てたり、名前出てなくても、障害者の施設の仲間に潜入してカメラがね、行ったり、全然出てますよ。それはなんでいいのっていう。だから、多分ですけど、誰がしてるかなんですよ。親が子供をっていう考えですよ、多分。それが、僕が撮影して載せてなくって、売れっ子でね、うちのせいでも死んでももし、その、局が撮影して放映してたら多分言わないと思うんですよ。こういう、4人、小さい子供4人いる世帯で双子で、障害がある家族の特集です、みたいな。で、夜中にはこういう感触で暴れることもあって、でも親は起きて対応したり、で、あえてこれ無視をしているけれども、これは反応すると、要は余計にそれを、ルーティンになってしまって、言ったら対応してもらえると思うから、あえてこういう無視、医師の人のことやっているようです、みたいなね。上手い人が編集してくれて。うん。一方で、その後は、できた後褒めたりをします、みたいな。あ、そうなんや、なるほどな、障害ってそうなんや、あ、
なんか大変な家おんねんなぐらいに見てくれるはずですよ。うん。で、僕はその、一つのストーリーとして見てほしいわけじゃなくて、感じ方人それぞれやけど、実態見てほしいんですよ。普段こうなってます。それだけでいいんですよ。ああ、そう、なんや、知らんかったけど、そういうことなんかって。あ、外でたまに大きくなって、わーとか言ってる子おるけど、あ、そういうことやねっていう。あ、じゃあなんか、理解しようかなまでいかなくても、なんか、うわ、無理、怖、希望って思ってる、そういうコメントが多い中で、ある中で、少しでも減ったらいいなと思いますね。はい。なんか、なんかね、別に障害じゃなくても、例えばね、全然顔可愛くなかったと。その人に、まあ言ったらもう 99% の人が見て、うわ、ブサイクやなって思うとするじゃないですか。それ直接言われたら嫌じゃないですか。歩いてて。あれ知らん人に歩いてて、うわ、ブッサッ、ブッサッってずっと聞こえるように。うん。とか、まあまあ、別に、例えば肌荒れてるとかやったら、なんか、こう薬塗ったり、病院行ったり、皮膚科行ったり、使っても荒れてるとかやったら、うわ、ブツブツ、キモ、うわ、ブツブツ、キモってずっと歩いて言われたら、いや、確かに、うわ、すごいブツブツだなって思うかもしれへんけど、いちいち言います?自分はブツブツ、キモ、うわ、動きっしょとかって。とか、まあ、毛が薄い人に、ね、遺伝かもしれないし、わかんないですけど、うわ、ハゲハゲハゲ、うわ、やばハゲって全員が指さして言われたら、嫌な気しませんかって言いたいんです。そう。そもそも別にハゲたくてハゲてるわけじゃないし。別にブスになりたくてブスにしてるわけじゃないし。別に肌わざと荒らしたくてやってるわけじゃないし。別に、うちで言ったら、大きい声をわざと人にびっくりさせてやろうって言って、うちの子が出してるわけじゃないし。それをわざわざ、ああ、なんや、そうやな、うわ、怖って思ったかもしれないけど、わざわざ肝とか怖とか、吉祥とか書いてるコメント多いんで、そう言う必要なくないですかと思うだけです、それを。うん。まあでも僕は嫌な気しないんですけど、別にもう、言う人は言うなと思ってるから、うん、それ嫌な気しないんですけど、ただ、言う必要ないかなって思います、それは。うん。すごく思います、それは。はい。お、今旦那も一緒に見てるんですけど、あ、連れ子の子供を愛情たっぷりに、よう頑張ってるなって言ってあげてください。あ、そんなん、僕でいいんですか?うちでいいんですか?もうそんなん、もう、すごいよく頑張っておられて、これからも頑張ってください。子供に愛情を注いでください、本当に。はい。ね、まあ、愛情を注ぐって何かなっていう話で言うと、僕なんかコメントで結構その、愛に溢れてますねみたいな言ってもらうんですけど、自分ではその自覚がなくって、なんかこう、責任感もすごい強いってよく言われるんですよね。まあ確かに、子育て以外の責任感は持つようにしてます。その立場とか仕事とかみんなのためにって、やろうやろうって。まあ、もうね、政治って、っていう部分でもそうでしたし、まあ自治会で役員とか、まあ去年は新の幼稚園のね、PTA の会長とか、で今で言うと今年は新の小学校入ったけど、クラス委員でまあ一人選ばれてとか、やらなあかんなって責任持ってやろうって。あとは子育てサークルの代表とか、まあいろいろあるんですけど、まあ会社で言ったら経営者やったりとかね。でも、その立場になったから余計頑張ろうっていう思いが強いわけですよ。でも子育てに関しては、その、責任感全く実は持ってなくって、問題発言ですよ、これ僕。自然と、出ます、それは。動物の本能というか。だから、パッとこうなんか、なんやろ、こう、アフリカの草原とかで、シマウマがおって、チーターおるなと思ったら、子供守りに行って、逃げるようにしたりっていう防衛本能というか、そんな感じでしょうね。危ないって言ったり、こう、やったらなと思ったり、なんかあったらどうしようって思ったり、自然、だから、父親やから、お父さんやからやろうって思うことはないんです。ほんまにゼロじゃないかもしれないけど。時にやるかもしれないけど。そこに関しては、自然と、なってますね、やっぱり。うん。だから、すごい、
愛情深いとかすごい責任感があるとかっていうコメントとか結構もらうんですけど、言ってもらったり、まあ、実物会う人にも言われるんですけど、実際会う人にも、でも全くそこの意識がなくて、愛情深いっていうのもその他と比べてないからわからないんですけど、僕はただあのどっちかというと子供からいっぱい愛情もらってるなと思いますね、うん、なんで余計にかもしれないですね、はい、だからその何年後かにおとんくさいキモいとかって言われ続けてうっさいわって反抗された時にでも愛せるんかなと思いますね。その今のこの愛情のやり取りの期間がなくって、いきなりその15歳の子供を生まれた瞬間15歳でキモい、うっさい、くさい、ええから働いときどうやったらこっちもカチンときってなんで働かなあかんねんってなるかもしれへんし、うん、今のその遊んだ思い出や期間やパパ好きよ行ってきてね寂しいってずっと言ってくれたり、そういうのがずっと何年もあっての十何歳になってとか反抗期でってなったら、それも受け止めて命かけて守ろうとかなるんかなって。だからまあ父親として親としてまだまだ未熟ですけどね、今はその修行中ですね、はい。あ、子供顔出し問題、どの子供 YouTuber も帰ってきてます。コメント欄有名な方も閉じてる。ああ、確かにね、コメント欄を閉じる。まあ確かにコメント欄を閉じるっていう方法もあるんですけど、あの、うちはしないですね。基本。一方通行で終わるからそれ。こう。言いたいこと言うて、聞きませんでしょ？言ったらそれって。言いたいこと言うて、聞きませんでしょ？で、僕は、僕の考えなんですけど、その、何やろうな。例えば何か一つアクションを起こした時に全て 100% 称賛意見だけっていう方むずいんですよ。もうし、あの、神がかった信者がおる組織なら別で、例えば僕が今あのこの時間にライブをしています。で、例えば一つの一の意見では、あ、こんな時間になるのも子供のことずっとして朝からやって子供寝かしつけて、で、僕、あの、ずっと寝てないから、うだだねしてました、さっき。で、パッて、12時に目覚まして、で、うわわ、そうやと思って、食器洗いとか終わってなかったからやって、で、なんか目覚めたもんだから、ライブショーって書いて、最近これ言いたいことずっと言いたかったけど、言う時間なかった。だから、あ、こんな時間にでも、しかできへんねんなって、思ってくれるのが一つ。で、もう一つは、いやいや、こんな時間に起きてやってんやったら、もっと子供のこととかなんかしたりよ、みたいな。そういうコメント実際あるんですよ。なんかちょっとしようもんなら、その時間って子供のことしたりよっていう、毎回書く人というか、人は覚えてないけど書くコメントが出てくるんですよね。何かをしたら、必ず、いや、子育てしてる親やったらそんなことすんな、みたいな。まるでその、従業員は休憩取んなと言ってるかのごとく、あるんですよ。うん。で、24時間、誰しも365日24時間ね、見続けられて、ずっと休憩してない人いますって言いたいんですよ。まあ基本僕どっちかで休憩してない方なんですけど、そんな中で休憩しているシーンでも一つあげようもんなら、その日もあったらみたいな言われちゃうんですよね。うん。それはだから思いますね。僕が朝と昼と夕方の一番子育てで忙しい時間にずっと子供放置してライブなんかしてないよって言いたいんですけど、まあそれはでも受け取り方次第でどう思ってるか分かんないですから、うん、そうなんですよね。だから、あの、何やったっけ何の話やったっけ、あ、コメント欄。そう。だから、その、何か一つアクションしても、あの、必ず、あの、低評価もつくし、あの、否定的な意見も出ます。でも、あの、それをゼロにしたいとは思ってないです。僕は別に人に指示をたくさんされたくてやってるんじゃないから。別に尖ってるわけじゃないですよ。あえて炎上させて、あの、否定コメント来いって言ってるわけじゃないです。それはもちろん褒めてもらった方が嬉しい。し、応援してるっていうメッセージの方が嬉しい。でも、嫌なメッセージを聞いたからって嫌な気にならずに、それは無視する。はい。もしくは、真っ当なことなら、今回みたいに反論して、あ、そういう考えもあるんでしょうね、でも違いますよっていうことは釈明したいと思ってます。でも数が
多いんで、釈明する全部はできないですけどね。どうしても聞き捨てならないことは、今回みたいに考えを示せたらなって思います。まあ誤解を与えてるなって思いますし、で、まあ僕の性格的に誤解を与えないよ与えないようにって思う性格じゃなくて、誤解するぐらいならしたらいいんちゃうって思っちゃう部分がやっぱあるんで、うん、別に誤解する人にまで求めようとは思わないよっていう感じですね。まあ、喧嘩は売ってるんじゃないですよ、うん。表面だけ見て受け止める人っていっちゃういると思うんで、その人に、こう表面だけ見んなよってさっき今日言っちゃったけど、でも本当にそれを改善できると思ってなくって、表面だけ見て生き続けた人はそのままだと思うんで、その人はその考えのことで生きてもらって、僕は本質を見てくれる人をもっと大事にしたいなって。じゃあ、嬉しいコメントも書いてもらえるのに、コメント欄を閉じるのはしたくなくって、だからいつもオフになってんの、オンに何回してもならへんのですよ。だから嫌なんですよ、自分でもコメントをオンと押してんのに。うん。で、コメント、嫌な意見が例えば30あって、嬉しい意見が70あるなら、まあ70-30 でプラス40ですっていう考えなんで、コメント欄をオンにしてると。でむしろ、じゃあ、まあ、嫌な意見70で嬉しい意見30で逆やったらやめるんかっていうと、そのマイナス70に目つむればプラス30の意見は届くから、うん。だから僕はコメント欄は閉じない派ですね。はい。こう、せっかく子供のこと可愛いって言ってくれたり応援してくれてるコメントがあるのに、やっぱ子供も、こう見てね、あ、その言ってくれてんねや嬉しいって、絶対思うから。で、しんちゃんとか字読めるから嬉しいって言ってる時あるし。あかんコメントは別に消せるし、僕基本消してないですけど、よっぽどこれちょっとまずいんちゃうかっていう発言以外は消してないですけど、はい。まあ、僕のこと書かれても基本消してないですね。もしかしたらアボカドが消してくれてることはあるかもしれないですけど、うん、僕もまた怒ったらあかんから消してるかもしれないですけど、僕はでも消さないですね。はい。やし、子供のことパッと見たら僕消すときたまにありますけど、でもあんま消さないですね。だって、子供を守るために、親が防御してあげるのも大事やけど、いやもうこれからね、ネットの社会やからって言うけど、実社会でも子供絶対文句やることありますって、YouTube 関係なく。お前何やねんそれとか。僕もだっていっぱい昔ありましたし、生意気やから年上に大体言われるっていう、だいぶ上に。年上にタメ口で喧嘩打ったりしちゃうから言われたりありましたし、一回も人に文句言われたことない子って多分あんまいないんちゃうかなっていうぐらいあるから、その時に言われて、なんて言うんだろう。介入できないじゃないですか。学校で友達が一言文句言ってきたのに、子供が文句を言われないようにするために親がずっと授業中横座っとくわけにいかへんねんから、やったら、別に否定的な意見も中にはあるんだよっていうことは、僕は受け止めてもいいんちゃうかなと思いますね。うん。その分嬉しい意見もっとあるよっていう。うん。そう。うん。まあ、あえて、嫌な意見を見そうとは思わないし、別に嫌な意見だったら消せばいいし、最悪。うん。ああ、そう。消したら都合悪いからとか言われます。ね、言われます。言われますけど、仮に僕がこれから都合悪いコメント全部消すとするでしょ？もう一時消さないですけど、消すとしたときに、都合悪いから消したんやって言ったら、はい、都合悪いから消しましたでいいと思います。いや、だってあかんのっていう話や。だって、変な顔でこの写真撮ったときに、都合悪いから消すじゃないですか。うん。とか。なんか、写り悪くて、ちょっとお肉ぶよってなった写真とか、あ、見られたくない、消すじゃないですか。一緒じゃないですか。嫌なコメント、嫌なこと書いてるの見られたくなかったら。うん。こいつほんまめっちゃ口臭いねとか書いたら、いや、バレたくない、消そう、みたいな。別にいいんじゃないですか、別にそれは。あえて自分のアカンとこを人前にさらす必要ってないと思うから、別に僕はコメント消すのを、アカンと思わないです。自分は消してないだけで、全然消していいんちゃうのって。なんで逆に置いとかなあかんのっていう。なんでお前が書いた文句をわざわざ置いとったらなあかんのっていう。言い方悪いな。いや、そう、でもそうですよ。消していいでしょ、別に。うん。ですよね。うん。だから言ったら手紙もらってんのと一緒じゃないですか。手紙。
ファンレターで、あの殺人予告みたいな感じで、お前みたいなクソだっていう手紙が3通あって、で7通いつも応援してますって7通手紙あって、その3通置いときます、わざわざ置いとく人はすごいなと思います。その自分への戒めというか、頑張ろうっていう、うん、お客様のクレームの声を張り出してる感じですよね、言ったら。うん、嬉しい応援の手紙も置いてますよ、全部。嫌な手紙は全部捨てますよ、そんなもん。保管の場所がもったいない。でも、あの嫌な手紙はさすがにまだ届いてないですね。はい。嫌な手紙は、あの、一回も届いてないので、うん。ていうか、まあ逆に言ったらまだそれだけしか価値がないってことです、僕。うん。アンチってコメント楽やからタダで書けるからね。はい。82円とか92円とか、今何本か分かんないですけど、84円 ?90 円僕は郵便出さないんで分かんないですけど、そのお金使ってまで文句を言ってやろうレベルには来ていないという。はい。だから、まあ、なんて言うのかな。まだそれレベルっていうことです、僕自身が。あれですよ。アンチの手紙送ってくれって言ってるんちゃいますよ。僕自身の、だからヒカキンさんとか、ヒカキンさんは切られてないんか、誰にも切られないんか。ヒカキンさんレベルの、すごい YouTuber の方で、そして炎上系の人やったら、手紙とかまで届いてまで文句言われることは絶対あると思います。逆にそこまですごい。金使ってまで文句言ってもらえるっていうレベルはすごい。プロ。金使ってまで文句言ってもらえてるから。はい、もう全然ペコリぐらい声かけてください。見つけて。ちなみにどこに住まれてるんですかね。僕結構、いろんなとこ行くじゃないですか。撮影というか、お出かけというかで。で、今日見ましたっていうコメント結構多いんですよ。それこそ草津でも言われたし、岡山でも言われたし、はい。で、グアムの空港で声かけてもらいましたからね、僕。それほんまにもう人生一生忘れない、これは。はい。将来ホームレスになっても忘れない。むちゃくちゃ嬉しかったね。あれ多分、生きてきた人生で、一番って言ったら大げさですけど、今覚えてる中では、うん。子供生まれたとか脱いでね。そういうの脱いで。他人が絡んだことで言ったら一番嬉しい。うん。もうまたニャンニャン出したら怒られるけど、ニャンが何回も来てくれてるけど、その来てくれたレベルのもう500万倍嬉しいね。ニャンに怒られるわ。はい。来てくれたこともありがたいけど、それはもう、会いたいって言って来てくれてるからわざわざ。もともと嬉しい、会いたいって思って来てくれてるから、ありがとうございますって嬉しいけど、そうじゃなくて、わざわざばったりグアムで嬉しかったですね。本当に自分の母親世代というか、もうちょっと若かったかもしれないけど、まあお姉様、マダムって感じの、ほんまに僕とは違って絶対育ちがいいような方で、はい、うん、絶対100円の回転寿司とか食べたことない方ですよ。だってグアムで一番高いホテル泊まってましたからね。一泊だけでも僕がしたいと思う、いつか。はい。一泊だけでもしてみたいって。でも高すぎて泊まれないから、ホテルの開放されてる、あるじゃないですか、1階のね、そういうエントランスというかだけ行きましたからね、はい、わざわざこんなとこ泊まってる人すごいなって思って、ほんまに、うん、むちゃくちゃ高いとこ、僕らがだから10日間とか2週間滞在する費用を一泊でぐらいの費用ですよ。うん、そういう方がね、言ってくれたんですよ。グアム行くって言ってたから、合わせたら、帰りばったり会えるかなと思って空港で待ってたんですって。成田に帰る東京ですって。だから便も全然違うので、待ってくださってたって大げさかな。でもまあまあそういう感じのニュアンスやったんで、もう会えるかな、会えるかなと思って、みたいな。むちゃくちゃ嬉しかったですね。で、泣いてくれて。うん。僕も人生で人に泣かれたって、もう嫌なことをして泣かれたことしかないですから最悪な人間やね、ほんまに。ほんまに世界最強のクズやね、ほんまに、はい、嫌なことだけして泣かれてなんでやね、はい、嬉し泣きをされとるわ。サプライズすぎやわ、すんの。 でもほんま覚えてますね、あれは。もうちょっと、もうちょっと連絡先とか聞いてお礼を言えばよかったですね。お礼のお礼、はい、本当に
それだけ後悔。はい。あの、あ、綺麗な人おるな、可愛い人おるなと思って連絡先聞いたことないんですけど、あの、連絡先やだから聞けばよかったなって思うことなんかなかなかないじゃないですか。でも、そういう人の思いっていうのは連絡先聞いとけばよかったなと思いました、それは。本当に。もしあの、絶対このインスタ見てないの見てたら、連絡ください。あの、何かお返しをさせてください。はい。あ、痛みは会うこと絶対ありますよね。痛みなんかだって僕、出身隣ですからね。はい。伊丹空港なんかも、あの、むちゃくちゃよく行ってたし、稲市のドンキなんかも、チャリでずっと行ってたし、で、あの、ほんまに、はい。じゃあ、100% どっかで会うと思いますね。はい。うん。将来本部制作も、あ、じゃあ、そう。じゃあ最後に、ちょっとね、雑談多くなっちゃったんですけど、こう、待てない、ね、タイムスケジュールが、タイムテーブルがうまくいかないっていうことを、うちの生を育てるとすごいやっぱり感じてて、でそれだけはやっぱり、知ってもらいたいです、皆さんに。うん。だから、例えば、送迎一つそうなんですけど、生を先に迎えに行っちゃうと、とかね、生を先、後で送るのが無理とかあるんですよ。だから、それぞれ、シンは小学校、で、リオは幼稚園、で、生は児童発達支援って別々の場所やから、それぞれの送り迎えの場所が違うのは当たり前なんですけど、例えば、まあ、生とリオを一緒にね、車に乗せて出かけてね、出てね、朝。で、リオを幼稚園を降ろしてから、生をそのまま、自発の方のバス停とかやったらスムーズやし、時間的にも余裕があるんですけど、でもそれが、できないんですよね。まず一つ。リオを幼稚園で降ろしたり、いろいろしてる間に、生を車で待たせれない。何かがあって危ないし。で、二つ目。じゃあ、生とリオをリオの幼稚園に一緒に入らせてから、生を後で送るって、これ無理。うん。生が自分の行く場所じゃないところに連れてった時の感触と嫌がり方がすごい。で、三つ目。そもそも、自発、自分が行く園に行く格好を生がして、ちゃうところに連れてった時に、むっちゃすごく怒ります。だから、小児科寄ってから行くとかってもうダメなんです。だから小児科とか行くときは、私服で一旦行かせて、で、その後に園になったときに園で帽子とか被らすっていう。はい。なので、言葉での意思疎通が難しい分、自分でその、絵カードみたいな感じでね、あ、これとこれ来たらこうなんやっていう結びつけがよく分かってる子なんですよ。それで理解できる子なんで、そう思った想像と違ったときの怒り方がすごいんです、その分。だから、順番が大事っていう。そう、順番が大事なんちゃうな。まあ、待てないから、その、好きなこととか集中してるときの待ち方はうまいんですけど、それ以外の、その自分にとっては意味がないと思ってる待つのがすごく難しい子なんで、めちゃくちゃ難しいんで。で、これは自閉児あるあるなんで。だからこそそのサポートで並ぶ順番が免除されるのとか遊園地であるじゃないですか。うん。なんか別に待てそうやんと思ってるけど、そうじゃないんですよね。うん。そこは理解してほしいっていう一点。わざわざ親が無駄やなって思って、すごい大変なことをしてでも、生を中心に生を待たさなくていい方法で考える。っていうことは、普段の予定も、タイムスケジュール、タイムテーブルも、あ、ちょっとどっか買い物、あ、生がお迎えまでの間じゃないといけないなとか。あ、生連れて行くんやったら、じゃあ、後の子の流れも、お迎えもあるから、あ、そうか、とか、めっちゃ考えること多いんです。生が帰ってきた後に、リオのお迎えとかシンが無理やから、とか。すぐ時間やったらちょっと待っとってて、生に言えないし、車でも。家の庭でも遊ぶけど、放ってはいけないし。自分が納得するまで庭で遊んで家入りたいって、お風呂入るってなるから、いつも。
やったら、じゃ先に両親を終わらせてから政務会に行かなあかん。っていう風にやったり。だから、本当に、悪い意味じゃなくね、悪い意味っていうのもおかしいけど、しんどいんですよ、助けてくださいっていう意味じゃなく、この生活を生徒するには、生中心で全部回さんとやっぱ無理です。でも、生だけ中心で兄弟が全て我慢っていうのが嫌なんで、僕は、時間的にはいつも言いますけど、生に一番欠けてます。何よりもかかってます。でも、愛情的には劣らないように、新と龍だけで出かけたり、なおだけ一人で、今日も出かけたり、っていう時間をめっちゃ作って、その時に自由にできる日っていうのを作ります。で、生おるときはごめんって。生を見てあげてって。パパ生中心になっちゃう。っていうことを理解してもらってます。生が飛び出して死んだらだってもう取り返しつかへんからっていう。だから、正直ね、兄弟には、たくさん我慢させてるなって、思います、すごい。でも、兄弟にも説明してます。自分たちは好きな場所パパに行こうって言って伝えれて、これもう一回やりたいってうまいこと言えるけど、生は言われへんから、ギャーって泣いたり、してるのが、本人もまあ辛いっていうかね、生自身も、意思表示が難しいんやでっていう。そしたら、まあ、神とか竜とかは、自分たちいつも行けてるもんなっていう感じで、全然なんかそう苦にしてないというか、むしろなんかこう僕よりリオとか明るいから、もうせいそんなん自閉症が絶対無理やかとか言いながら、逆に言ってくれるっていう、はい、あ会いたい言ってくださってありがとうございます本当に、じゃあ必ずどこかで、はい、まあ今ね緊急事態なんで人と会うことはしてないんですけど。だからね、本当に、ちょっと今日は、自分なりには、ちゃんと真面目な、子育てのことと、障害と向き合うことと、ね、小学校幼稚園自発のことや、あとコメントをですね、皆さんのコメントを受け止めたんで、ちょっとこれできたら保存して、インスタに上げるなり、YouTube に、まあ、できたら YouTube に上げた方がいいんですよね。YouTube に対するコメントをここで言っても、ただのその、コメントをしてくれた人の悪口で終わっちゃうから、はい。だから、YouTube にできたらあげるようにします。あ、こんばんは。もう終わるけどな。はい。では、遅くまで聞いていただいて、ありがとうございました。